発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日は人との約束をないがしろにしてしまう発達障害の人の特徴についてお話しいたします。僕ら ASD やアスペルガー ADHD を持っていると、人間関係ってのがとにかくうまくいかないですよね。仲のいい友達作るって大変じゃないですか。ただそれってコミュニケーションがうまくいかないんだよねとか苦手なんだよねということだけじゃないんですね。それだけだったらここまでうまくいかないなんてことありません。じゃあなぜなのというと、それは人との約束をすごくないがしろにするという傾向が発達障害を持った人には多いからです。そう、それがゆえに嫌われてしまって人が離れていくんですね。いやそんなこと言われたって、最初からそんなないがしろにするつもりなんて一切ないし、こっちは頑張ってるんだよって思われる方もいらっしゃるかと思いますので、じゃあ今回はなぜ発達障害を持った人がついつい無意識化で人の約束とか予定ってのをないがしろにしてしまい怒られてしまうのかという理由と、その対策についてお話しいたします。この動画見ていただきましたら、あなたがしっかりと人との関係っていうのを大切にでき、友達というのができやすくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、発達障害を持った人がついつい気づかないうちに約束をないがしろにしてしまう理由、一つ目がマイペースすぎるということです。つまり相手がどんな的をと自分のやりたいことを優先してしまうということですね。まあ、よく言えば欲望に忠実とも言えます。というのも、やっぱり発達障害を持った僕らというのはですね、我慢する力とか何かを実行する力っていうのが弱かったりするんですね。それが故にですね、僕が昔あった話なんかで言うと、2時半にジムが終わるから3時に待ち合わせをしようなんてね、友達とお話をしていたんですけども、結局ジムに着いたのが2時ぐらいで全然運動できないと。でもちょっとしっかりやっていきたいななんて言うから、まあ、4時に時間変更してくれないみたいな話をして、まあ、友達も OK っていう話になったんですが、そっからちょっと思いっきりやりすぎちゃって、結局待ち合わせ5時に行ったっていうようなね、まあ、最低なことをしたわけですよ。まあ案の定ね、その時僕らは怒られたりとかしたんですけども、そりゃ嫌われたりとか怒られたりとか人の心が離れていくって当たり前ですよね。まあ、ここまでじゃなかったとしても、あ、自分は今これやりたいな、まあちょっと5分ぐらい遅れてもまあ大丈夫かなとかっていうような小さな遅刻とかないがしろっていうのが積み重なって嫌われるなんてことがあるわけです。自分がそれでいけないことをしてるんだなとか、まあそりゃ離れていても仕方ないよねと、もう自分そういう性格だからって諦めているのであればまあいいんですけども、そういうことをやってるにもかかわらず、いやでも自分嫌われたくないんですよねって何言うとんねんって話じゃないですか。もう圧倒的にあなたが大きな力を持っているひろゆきみたいな人だったら、まあちょっと遅刻したって優しい周りの人が受け入れてくれたりするんですけども、基本的に多くの人というのは嫌われてしまいますので、人が離れていってしまうわけですね。そして二つ目の理由というのが、時間を管理できないということですね。つまりついつい予定アポイントってのを忘れてしまったりとか、寝坊してしまうなんてことが起こって、頑張っているにもかかわらず人を待たせてしまう、予定をないがしろにしてしまうというパターンですね。やっぱり僕ら発達障害を持った人って時間の管理苦手じゃないですか。朝どうしても起きられないことなんてありますし、予定ちゃんと昨日まで覚えていたにもかかわらず忘れてしまうとか、細々としたことが結構積み重なってしまうことがあります。具体的なね、遅刻の対策動画なんてのはこちら見ていただければと思うんですけども、やっぱりプライベートだけならまだしも、仕事でもそれやってしまうことがあり、会社での居場所がなくなってしまうってなったら、本当になんかもうしょうもないというかつまらないですよね。ただでさえ僕ら離職しやすかったりとか働くって大変なのに、そんな時間遅れてとかついつい忘れちゃってで評価下がるのもったいないじゃないですか。だからこそ人との約束なんてのをないがしろにしないように対策というのが必要になってくるわけです。具体的な方法というのはまた後半でお話します。そして人との約束をないがしろにしてしまう理由3つ目が、ぶっちゃけどうでもいいということです。人を待たせようが何しようがどうでもいいし、そもそも興味ないということですね。まあ、これ発達あるあるなんですけども、なかなか人に興味持てなかったりするじゃないですか。まあ、どうでもいいまではいかなかったとしても、マイペースのところで話したように、人よりも自分の欲望というのが大事なので、ちょっとぐらい待たしても許してくれんだろうという甘えが根底にあって遅れてしまうってことが起きてしまうんですね。いや私そんなこと思ってませんと、いや本当に常に真剣に約束を守ろうとしてるんだって思ってるかもしれない、そこのあなたはもうそれ思ってます。
自分が悪者になりたくないからそう思おうとしてるだけですね。じゃなかったら人を待たせないし、ちゃんと約束大事にするんですよ。そのことによって、あ、ついつい忘れちゃったとか、ついつい遅れちゃったで人から嫌われません。だって極端な話ですけども、本当に自分が大好きな人とか憧れてる人に1時間だけ会えますってなったら、もう絶対遅刻しないでしょ。アーティストの何々さんにもしかしたらあれかもってなったら1時間前からスタンバりません？まあ他にも、本当に1秒でも遅れてしまったら家族殺されますとか、あなたの命ないですよって言われたら、まあそれは遅れないじゃないですか。極端な話だけどね。でもそういうことなんですよ。基本的に多くの人っていうのは優しいから、あいついつも遅れてきてって笑って許してくれるかもしれませんけども、それは別にムカついてないわけじゃないんです。あなたが周りをないがしろにすればするほど、あなたは周りからないがしろにされて孤独になります。人のことなんてどうでもいいし、生きたいように生きるんだというのであれば、まあそれは別にそれで自由なんですけども、だったら人に嫌われるんだとか友達ができないんだっていうことに文句は言ってはいけません。だってそれはあなたの選んだ道なんだからというね、まあかなり厳しい言葉を使いましたけども、このぐらい言わないと発達障害を持っている人っていうのは響かないって分かってるので、あえてこういうふうに言わせてもらいました。え、なんでそれが分かるかって、僕も発達障害だからです。自分で勉強して学んでいるというのはもちろんのこと、自分の遅刻癖とかないがしろにしてしまうなんていう部分が根底にあることに気づいたから、こういうふうに言えるわけですね。別に二度とも遅刻するなよなんてことは言いません。やっぱり特性上仕方ない部分もあるのは事実でも、もし人との関係というのを大切にしたいなとちょっとでも思うのであれば、今まで1時間待たせてたのを20分ぐらいにしようとか、10分5分とか待たせてたのを1、2分にしようみたいな優しさを持った行動っていうのを起こしてみてください。ね、5分10分遅れるって、それ駅までダッシュしたら防げた遅刻だったりするじゃないですか。全力で走って間に合わせようとしないっていうことは、まあつまりそういうことなので、人に対してぜひちょっと優しくしてみてください。そういった優しさってのは後でちゃんと返ってきます。とはいえ、いや、分かってますよと。ね、もう耳痛えなと。そんな分かってんだけどうまくいかねえんだよと思われる方もいらっしゃるかと思いますので、もしですね、僕の厳しい言葉にも耐え、ここまで見てくださった方のために、じゃあ人を大切にする方法をということをお話しします。これまず一つ目のポイントというのが、デメリットを知るということです。人というのは確かに大事だよなと思っていても、ちゃんと心から納得していないと行動できないんですね。人間関係ないがしろにしちゃダメだよと言われたところでそんな分かってるじゃないですか。でも具体的にそのデメリットというのをちゃんと自分で書き出したりとか調べたりとかしてインプットすることで、あ、だから自分はこうなってるんだなということを再確認できるわけです。結構僕の動画で普段言っていることではあるのですが、知識が意識を作るので、情報を収集したり自分の人生を振り返るということをやっていってください。思った以上にあなたは今までの人生大きなチャンスをたくさん逃しています。数字で換算するのであれば、それは100万200万じゃ済まないと思います。まあある程度ここまで見てくださった方というのは耳の痛い話をあえてさせてもらったので、スイッチは入ってるかと思いますけども、まだピンときてないんだよなとか、もうちょっとこうガチってスイッチがはまるようになんかいろいろ教えてほしいなという方は、ぜひ動画説明欄のホームページからカウンセリングお問い合わせください。あなたが前に進めるように背中をさせていただきます。またこれに合わせて危機感を持つなんてのも結構重要だったりします。まあ、つまり痛い目見ないとは分かんないってことですね。例えばお父さんが禁酒しなきゃいけないな、禁煙しなきゃいけないんだと分かっているんだけども、まあ酒飲むしタバコ吸ったりとかするわけじゃないですか。でも健康診断に引っかかって、あ、マジでやべえなこれって気づけば、一気にもうバシッてやめられるってことありますよね。人は危機をイメージできるからこそ本当の危機に陥らずに生き延びてきたという歴史がありますが、まあ僕ら発達障害イメージ苦手とかってのもありますし、あまりピンとこないって方もいらっしゃると思いますんで、映画見たりとか人から話を聞いたりして具体的にイメージしたりとか危機感を持てるようにしてみてください。そして二つ目がテクニックを身につけるということです。まあ、メンタルとか本質的な部分、発達がっていうのももちろん大事ではあるんですが、明日起きるか起きないかって結構テクニックでどうにかなることだったりするんですね。しかもそれってすごく即効性があるんですよ。例えば具体的に言うのであれば、どんな特性や考え方行動が自分の遅刻を引き出しているのかっていうのをまず分析して、遅刻対策や予定管理の方法っていうのを知ります。まあ、これはね、以前紹介した動画ですとか、借金玉さんっていう発達障害の方もサラリーマンとしての処世術なんかが書いてありますので、書籍なんてのもおすすめです。そして頑張らなくてもミスらないような、遅刻しないような仕組み作り
というのを作っていってください。自分の努力が足りませんとか、頑張ればできるとか、気合が根性だって言ってる人ってのは絶対遅刻治んないですね。遅刻しない環境づくり、システムづくりというのが重要ですので、自分を変えるのでなく周りを変えていく。例えば YouTube 見ないように頑張るじゃなくて、 YouTube が見れない環境を作ったりとか、目覚ましをたくさん置くとかじゃなくて、ちゃんと起き上がって歩かないと止められないところに目覚ましを置くみたいな仕組みってのを作っていってください。頑張ってるのにうまくいきませんは、頑張ってるポイントが違います。同じことやってもまた同じ失敗をしますので、頑張るべきポイントを変えていってください。でこれなちょっとわかんねえなっていう場合は、僕じゃなくてもいいので、発達障害に詳しいカウンセラーの方に聞いたら結構具体的に教えてくれたりもします。そして最後の3つ目というのが、人から大切にされるということです。つまりあなた自身がちゃんと大切にされることによって、あ、自分もこの人をちゃんと大切にしたいなって思えるようになってくださいということです。別に恋人じゃなくてもいいんですけども、この人は本当に大切にしたいなとか、自分にとって重要な人だって思っているのであれば、その人を悲しませたりとかないがしろにするなんてことも減っていきますよね。そしてこういう自分を大切にしてくれる人ってどうやって作ったらいいのというと、まずは意図的に、意識的にでもいいから、人に対してあなたが大切にしたいとか、いろんな人と出会ってあなたが、あ、この人大切にしてみたいなというのを頑張って作るってことが大切になってきます。人を大切にできるようになるために大切にされた方がいいんだけど、そのためには大切にするって意味わかんねえなみたいな感じですけども、まあそれは卵が先か鶏が先かの話で、ちゃんと純粋に心からもう大切だって思えなかったとしても、意図的にわざとでもいいから大切なふりみたいなのをねしていくだけで、鏡として相手が大切にしてくれるってことがあるんですね。だって考えてみてくださいよ。無条件で人から愛されるってこと基本的にないですよね。それこそ親だって無償の愛くれないことあるじゃないですか。ついつい僕らというのはですね、人との関係っていうのを拒絶してしまいがちです。そのくせ、いや自分は友達ができないんだよねってくよくよ悩むことが多いんですけども、最初はちょっと気持ち悪いなとか、居心地が悪いな、なんかくすぐったいなと思ったとしても、自分の心を開いてみる、自己開示といって自分出してみたりとか、ありのままの相手を受け入れるふりみたいのをすると、徐々に徐々に相手もあなたのことを大切にしてくれて、あなたもよりちゃんと心から大切にできるようになるということですね。もちろんこれうまくいかないこととか失敗ってのもたくさんあるかと思います。別にそれは発達障害を持っている人だけじゃなくて、みんな結構そうだったりするんですよね。だからこそいろんな人に会って、自分との相性が合う人とか、本当に大切にしたいなって思えるようになる人を見つけていくんです。いきなりいろいろ頑張ろうと思わなくても大丈夫。まずは挨拶からでいいからコミュニケーションを取ってみてください。そうすればちょっとずつちょっとずつあなたを大切にしてくれる人というのが増えていき、逆にあなた自身も人を大切にできるようになっていきます。発達障害持っていますと、マイペースすぎたり、時間を管理できなかったり、正直心の底では人のことどうでもいいなんてことがありますから、約束をないがしろにしてしまい嫌われるということが多いです。ただそれをすることによるデメリットを知り、人との約束をないがしろにしないようなテクニックを身につけ、大切にされるような人というのを作っていけば、あなた自身が逆に周りの人を大切にできるようになっていきますので、ぜひともできることからやってみてください。そうすればあなたの人間関係では徐々にうまくいくようになっていきます。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画を投稿しています。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。あなたは本来大切にされるべき人間であり、人とのことを大切にできる素晴らしい人間です。だからこそ、ついとかうっかりミスなんかでその関係が壊れないように、できることというのをやっていってください。あなたの幸せ、これより応援しています。以上、かずきでした。ここまで見てくださった方にプレゼントがあります。動画説明欄にあるかずきの公式 LINE を登録していただき、 YouTubeという単語を打っていただきますと、限定動画が見られます。あなたの人生が大きく飛躍する内容となっており、ワークなんかもついておりますので、ぜひともチェックしてみてください。その他、あなたの人生が良くなっていく情報というのを公式 LINE 限定でメルマガのような形でどんどんアウトプットしていきますので、ぜひともご利用ください。あなたの成長、全力でサポートいたします。